こんにちは。今日は物理を勉強します。前半は教科書をノートにまとめます。後半は諸先生方の動画を見て授業を受けて勉強します。一緒に勉強しましょう。後半は諸先生方の動画の授業を受けて勉強します。
勉強の後のおやつ、たこ焼きを食べます。コンビニで買ったたこ焼きですね。結構美味しくて気に入ってます。コーヒーです。美味しい。ソースと鰹節がかかってますね。いい感じです。受験勉強は無味乾燥したものなので、味気ない乾燥したものなので、勉強の後にはこうしたおやつとかランチとか楽しみを用意しておくといいと思います。ごちそうさまでした。